はい、時間になりましたので始めたいと思います。CLRH プレゼンツ、みんなで同時プレイするクイズウェブアプリでコードクイズに挑戦ということでお送りいたします。サブタイトルがオープンソースライブラリで実現するリアルタイムウェブアプリということで、題しております。まずはじめにですけれども、このセッションの内容ですけれども、どんどんですね Twitter や Facebook などに、投稿つぶやいていただければと思います。その際のハッシュタグなんですけれども、シャープの CLRH84 をお勧めしたいと思います。オープンソースカンファレンスの公式ハッシュタグ、シャープの OSC132 ですね。こちらでつぶえても、いいのかなと思うんですけれども、あちらはですね、オープンソースカンファレンス全体を通してですね、いろいろ皆さんつぶやかれると思いますので、混戦するかと思いますので、こちらのハッシュタグをお勧めしたいと思います。なぜこのハッシュタグなのか、ちょっとこの後説明いたします。それではちょっと話が前後いたしましたけれども、改めて自己紹介としたいと思います。私、坂本純一と申します。札幌のですね、勉強会コミュニティ CLRH というところですね、運営スタッフとして顔を出したりですね、たまには発表なんかもやったりしております。で、今回のこの枠もですね、オープンソースカンファレンスのこの枠もですね、CLRH 枠ということで、登壇になっております。今回は CLRH の勉強会の一つという形でですね、私の方から発表、こんな形で、進めてまいります。さて、今セッションのですね、タイトル、コードクイズという話をしておりました。予告スライドを流してたので見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。なぜコードクイズなのかという背景、ちょっとお話ししておきたいと思います。実はですね、私はCLRHだけじゃなくてですね、この夏にですね、定山渓ビューホテルで泊まり込みで1泊2日で開催されましたですね、こういう、プログラマー向けの、宿泊系イベント、コード2013、定山渓、こういうイベントにですね、参加、運営としてですね、関わってまいりました。で、ここでですね、プログラム、コードを書くのが好きな人たち、集まってですね、いろいろ、教えたり学んだり、そういう場、イベントだったわけですけれども、いつか出し物をやったんですけれども、その出し物の一つとして、みんなでプログラミングにまつわるクイズをですね、あえて、今日ご紹介するシステムなんですけど、ウェブシステムを介して、クイズ大会をやりましょうと。プログラミングに関するクイズを、やりましょうと。そういうことをやりました。で、このシステムを作ったのは私なんですけれども、その実装というか裏側ですね、CLRH の勉強会、第84回の勉強会ということで、ご披露しようということが今回のセッションの裏というかことになります。はい、脳書きはもういいから、早速プレイしたいということがあるかと思います。では早速ですね、プレイしてみたいと思いますが、まず URL はこちらです。二次元バーコードなので、もし携帯、モバイルなデバイスで接続される方はこちらの二次元バーコードからジャンプするといいかと思います。PC 系でブラウザが叩かれればですね、http://google ですね、google の do4rlu こちらですね、do4rlu こちらを、開いてみてください。なおですね、オープンソースカンファレンスの会場ということで、大変回線混み合っていることが予想されます。うまくつながらない、ですとかですね、ということでうまくプレイできないかもしれませんけども、ちょっとご承知おきください。では、こちら画面を切り替えまして、もういいですかね。はい。それでは、クイズウェブアップですね。私もちょっと開いてみたいと思います。画面が開きましたらですね、まずは、サインインしてください。予告をしてたかと思うんですけれども、Twitter ID でのログインをお勧めいたしますが、これでね、Google でも入れるんですけど、メアドがですね、Gmail とか使ってるんですね、メアドが露出してしまいます。あんまちょっとお勧めしないかなと思います。Twitter 行きます。ここですね。アカウント入れましょう。すると、こんな感じですね。私の画面だけ、これ、クイズ進行というふうに、私がですね、司会ですね、クイズマスターというふうになれるようになってますから、で、あと、クイズ問題投稿ということもできます。今日ちょっとこれには触れませんし、ちょっと、今時間ってここ、押しちゃダメですね。ファンライガスで。
ということで、クイズに参加という形で押していただければと思います。すると、司会からクイズ問題が指定されるので、そのまま押してくださいという形になります。ではですね、私の方が進行画面をお見せしながら進めてまいりましょう。クイズ進行。するとですね、こんな画面になります。で、問題を今私が選びます。で、いきますよ。こちら。すると皆さんの画面、元々の画面にですね、この問題が出てるんじゃないでしょうか。ということで、やっていきます。で、回答状況はですね、ダッシュボードの方からこんな感じで見ることができます。ちょっとうまくつながらないときのためにですね、動画も用意しましたので、そちらもご覧いただきましょう。こんな感じですね。全部で3画面開いております。まず点数表示のダッシュボード、それから司会をする紙のコンソールですね。こちら。それから、回答者の画面であります。で、まずですね、問題を、ドロップダウンから選びます。するとですね、司会の側に何の問題のタイトルですね、の部分が、表示されます。で、出題する問題を決めたらですね、早速選択します。するとですね、こちらのブラウザで選択した内容がですね、さっとですね、回答者側の画面に反映されたのが分かるかと思います。で、ここを回答者カチッとやると、ダッシュボードもすぐ反応したのが分かるかと思います。では、コントロール側から回答者に切ると、また画面が、はい。で、最後に正解ってやると、一斉にダッシュボードの方も、パッと変わるのが分かりいただけますでしょうか。はい、こんな要領でですね、クイズを進めてまいります。私、司会から2問目を出しますよ。2問目に切り替えて、こんな問題ですね。この問題を、では出題しますよ、ということで、回答を選択しなさいってします。はい。こちらですね。こちらが回答者から、こちらずーっと出ますね、問題が。で、こちらも回答者が、どれかなって回答を選ぶと、ダッシュボードの方にすぐ、反映されます。カチッってやると、Q2 のところ、黄色くなりましたね。はい。では、回答を締め切りまして、続きまして、正解を出すと、今度は不正解が隠れました。こんな感じでですね、司会の人、クイズマスターの操作に応じて、回答者の画面が、リアルタイムにどんどん切り替わっていく。また回答者が、回答を選択したらば即ダッシュボードの方にこの人は回答を選んだということが黄色く反映される。こんな感じでですね、双方向にですね、リアルタイムに画面が進行していく、こんなウェブシステムになっております。はい、なんていう感じでお楽しみいただけましたでしょうか。はい、でこのクイズウェブアプリなんですけれども、GitHub の方で、公開しております。GPL ですね、GPLV2 で公開しておりますので、今日この後、内部実装の話も続けてやってまいりますけれども、ご興味があれば、持っていっていただければいいかなと思います。またこのクイズアプリですね、自分のサーバーで立てたいなんて話にこの後やりたいと思うんですけども、そんな時にもここからクローンして持ってって、配置、発行、デプロイしていただければ大丈夫かなと思います。さて、ちょっと実装の中身、仕組みについてもう少し話したいと思います。このアプリ自体はですね、テクノロジー、実装技術自体は、ASP.net、フレームワークですね、C#とかで書かれたりするわけなんですけれども、この通信の部分ですね、リアルタイムに、画面を行き来する、その仕組みにですね、この SignalR という名前のオープンソースのライブラリ、こちらを使っております。こちら Apache 2ライセンスで GitHub で放送されています。で、特徴は何かということなんですけど、この SignalR というライブラリを使うことで、ブラウザとサーバー間の、通信を、担っているんですが、面白いのは、サーバー側のコードからクライアントへプッシュ通信ができるということですね。通知を送ることができる。で、確かに、昨今ですね、そのような、ウェブアプリ珍しくはないわけです。例えばその Facebook のチャットの部分とかですね、あそこなんかも結局はそういうリアルタイム、仕組みをやってるわけで、そんなに珍しくないではないんですけれども、SignalR が面白いところはですね、その通信の、やり方っていくつか方法があるんですけれども、
こちらにご覧になっていただきますようにですね、Web ソケットとか、サーバーセントイベントとか、フォーエバーフレームとか、さらにロングポーリングですね。まあ、こういった手法、実を言うとですね、私これ全部どんな仕組み、技術かっていうのは実は分かってないんですけれども、ですが、まあ、こういったですね、やり方をですね、シグナル R が実行時に自ら、シグナルのライブラリが判断して繋いでくれる、そしてプッシュ通信を実現してくれるというところがポイントです。ということですね、実際に作ってみた方が話が早いと思いますので、ここからですね、すごく簡単なシンプルなデモをライブコーディングでお見せして、ちょっとその雰囲気を味わっていただこうかなと思います。で、ASP.NET っていうことで、まあ、開発環境をどうするかというのがあるんですけれども、今日はですね、Visual Studio の Express Edition、これ無償で使えるバージョンですね。2012 Web10 のダウンロードはこちらの URL から、ダウンロードすることができるんですけれども、これを使ってですね、やってみたいと思います。他にもですね、ASP.NET 開発に使える、無償で、タダで使えるものとしてはですね、Web Matrix っていうツールもあります。Web Matrix は Web Matrix ですね、まあ面白い特徴がありまして、まあ PHP とか MySQL のサポートが手厚いとかですね、まあ Azure ですね、Microsoft の推進する、クラウドプラットフォーム、Windows Azure との親和性を、高く持っているとかですね、いろいろあるんですけれども、シグナルを使った、実装をやるにはですね、Visual Studio を使った方が効率よく書けますので、今日は Visual Studio を使ってやりたいと思います。では早速ライブコーディングといきたいと思いますが、何はともあれ起動します。シェルを起動します。続きまして、新しいプロジェクトを作ります。とりあえず空で結構です。OK。こんな感じですね。とりあえず、プロジェクトは立ち上がりました。ではですね、これから2つのページ、画面を作っていきたいと思います。1つがコントロール側。で、もう1つがコントロールされる側。こんなのを作っていきたいと思います。まずですね、スタイル、CSS のスタイルとか、ちょっと、飾り付けの画像なんかを作り置きしていますので、ちょっとそれをですね、打ち込んでおきたいと思います。よいしょ。ね。まずこれを、こんな感じで。よいしょ。これで CSS とか画像とか入りました。こんな感じですね。では、よいしょ。新しく HTML ページを追加したいと思います。じゃあ、インデックスっていきましょうか。インデックス。で、こちらが、まず操作される側にしましょうかね。で、ここにですね、画像をですね、出したり、隠したり、なんていうことをしたいと思いますね。その部分のところを View という名前で要素を貼っておきましょう。それから、あ、そうですね。これが何のページかわかりますように、タグを貼りまして、インデックスとでもしていきましょうか。で、今導入したスタイルをロードしておきます。こんな感じですね。それからこの後、通信のための JavaScript を仕込んでもありますので、ちょっと準備しておきましょうか。まず、ソースをインクルードして、こんな感じですね。うん、まあ、これだけでは、まだ面白いことはあんまりないんですけれども、とりあえず1ページ目。これコントロールされる側にある。ここに絵を出したり、隠したりするようにしてみます。では、コントロールする側のページ作ってまいります。追加で HTML ページで、コントローラーとしましょう。コントローラー。こっちも似てますね。何やと思われスタイル、失礼。スタイルを貼りまして、で、タイトル書いてみましょう。コントローラー。ローラで、こちらは、A タグ貼りまして、ここをクリックするごとに、相手がですね、コントロールする側の画面を切り替えるにしましょう。で、jQuery を、まあ、活用します。こちらも、こんな感じにして、
こんな感じかな。これでコントロールする側ができました。ね。あ、ひじつけないですね。とりあえずシャットしてみましょうか。はい。リロード。うん。こんな感じですね。はい。これだけでは、何も起きませんね。はい。ので、これから、この2つを、サーバーを媒介にして、結びつけていくようにしてまいります。ということで、シグナル R の、サーバーが実装を追加いたします。新しい項目を選んでいただいてですね。ウェブってやると、ここにシグナル R ハブクラスっていうのがあるのがわかると思います。これがですね、サーバーがシグナル R のプログラムですね、肝となります。これを追加いたします。規定の名前で追加します。今、必要なライブラリに参照が追加されました。こんな感じで出てまいります。このハブってクラスがシグナル R が提供するサーバー側のですね、クラスになるんですね。で、ここでですね、まあ、最初ハローとかあるんですけど、これ一回消しちゃいます。で、改めて、こんな感じですね。チェンジステート、状態を変えろみたいなことやる。で、状態っていうのをブーリアンにしましょう。新しい状態っていうのが、ステートで渡ってくる。こんな感じにします。で、クライアント側から、アクションを起こすと、このメソッドが呼ばれるっていう風に結びついてまいります。ちょっとその部分の線引きをしてみましょうかね。コントローラーです。コントローラーの方で、この A タグの部分がクリックされたらば、ということをやってまいりましょう。シグナル R のライブラリをここでロードいたします。シグナル R というのはサーバー側実装とクライアント側のスクリプトから、まあ、成り立っているわけですね。で、まずは、サーバー側との、接続を作ってまいります。これで接続の端点が開きます。で、この接続の中でさらに、今作りましたハブクラスの呼び出しを、リレーしてくれるプロクシーというのを作ります。コネクションですね。でですね、ここでハブの名前。ハブの名前というのはクラス名なんですね。これ、myHub1 って規定で作っちゃったね。myHub1 ってある。これをですね、ここに、myHub1 とかを入れてね。これで、こちらのクラスの呼び出しに到達する、プロキシ呼び出しの端点ですね。ができたわけです。じゃ状態切り替えの準備しましょう。状態は規定ではフォルスです。ですが、リンクがクリックされたらば、このステートをオンオフ、トゥーフォルス切り替えましょう。トグルしましょう。で、このトグルした最終的なステートの結果を、ここで今作ったハブですね。これのインボークというメソッドがあります。ここで文字列でメソッド名が書けるんですね。メソッド名っていうのはこれ、myHub クラスの呼び出しのプロクシだって言いましたね。こちらの、これ、チェンジステート、これ呼び出せるんですね。ということで、これを、こう書きます。で、引数に追加式にいろいろ渡せます。何でも渡せます。今回1個だけですけども、ステート、ブリエンチですね。これを渡します。こんな感じの実装にします。で、コネクションを、接続を開始、通信を開始、っていう感じします。こんな感じでですね、コントローラー側が一つ完成です。次に、これだと何もしませんよね。コントローラー .html から、呼び出しがかかっても、こう、つるっと終わって何もしません。これじゃ面白くないので、さらに、このサーバーにつながってる、シグナル R の仕組みにつながってるクライアントたち、全員に、通知を送りましょう。状態が変わったよと。今、ステートチェンジドって勝手に書きましたけど、これですね、動的、ダイナミックなコードなので、何でも自由に、書けます。引数も何でも渡せます。今回は、そのままリレー、集計するだけですね。こんな感じで。
ではこの呼び出しがこちらに届くように配信してまいりましょう。これが、ビューの方ですね。いろいろなですね。今まだ空っぽですけど。では先ほどと同じように、シグナル R のスクリプト参照を挟んでですね。出しまして、と。では、シグナル R の接続を開きます。ハブコネクションします。で、この接続の中から特に、今作ったハブクラスへの、代理を立てます。ここまではコントローラー側と一緒ですね。こっちはハブが出たし、能動的に何か送るんじゃなくて、自動的に通知を受け取りたいわけです。その時ですね、オンってやります。で、ここにイベント名、文字列で自由に指定できますが、これですね、さっきステートチェンジって書きました。だから、これを、サブスクライブ、購読するということで、こう書きます。すると、コールバックが呼ばれますので、ここに、好きなことを書けばいい感じですね。データが奇数で上がってきますから、こうですね。では、ということで、上にあります ID が View の div タグに、クラス名を出しましょうと。ポップ。で、奇数に上がってきた状態の文字ですね。こんな感じになります。最後にですね、サーバー側の通信のですね、端点をですね、開いてあげるためにですね、配線が1個どうしても必要になります。グローバルアプリケーションクラス。ここにですね、ルーティングの、文言を1個出します。ちょっと詳しい説明はこのデモでは割愛しますけども。ですね、さあ、一回試してみましょう。まず、コントローラー側で一回リロードかけますと。待ってよ。さっき私、接続開始しましたっけ？してないですね。忘れない。これ忘れてますね。よいしょ。失礼。で、こちらも改めてリロード。よいしょ。さあ、これでですね、うまくいくかしら。ポチッ。いきましたね。わかりますか？今、ポチッってやったらば、先ほどのステートがトグルされてトゥルーになったんですね。それがサーバーに送り込まれて。で、サーバーからのプッシュ通知もこっちに届いた。っていうことですね。ほら。こんな感じですね。これぐらいの実装で、シグナルアロー使った双方向通信が実現したりします。クライアント側からね、サーバーへの、呼び出しっていうのは AJAX って普通にやれるんですけれども、だから無理して別にシグナル R を使わなくちゃいけない必要はないんですが、面白いのはそこからシグナル R という仕組みを使うことでですね、簡単にサーバー側からクライアント側への、通知が行える。ここがポイントということになろうかと思います。はい、もう一回ちょっとおさらいしますね。実装をもう一回おさらいします。この境界がインターネット越し、TGPIB 接続だと思ってください。向こう側がサーバー側の実装。と、こちらがブラウザー側ですね。サーバー側でですね、シグナル R が提供するハブっていうクラスから発生したクラスをまず作ります。で、その中ですね、お好きな名前でお好きな引数で、メソッドを作ってください。で、これをブラウザー側の JavaScript から叩けます。まずは、シグナル R の接続を開きます。で、クレートハブプロクシーということで、どのクラスに対する呼び出しかということを、ハブクラスのハブプロクシーのインスタンスを作り出します。で、こちらまず、普通、ここはですね、普通の JavaScript コードですね。とりあえずなんかボタンが押されたらば状態が変わるということをやってみましょうと。この状態を、インボーク。ハブプロクシーに対するインボークで呼び出してあげます。すると、ここを呼び出されれば、サーバー側のこっちが呼び出される。こんな仕組みになってます。続きましてサーバー側ですけれども、サーバー側からブラウザへの通知っていうのはこんな感じで、クライアントプロパティの中に all とかですね、もれも実は others とかいろいろグループ分けもあるんですけども、それに対して、まあ、お好きな名前の、メソッド名でコールバックを呼び出すことができます。はい、
で受ける側ですね。こちらも始めは一緒です。接続を開いてプロキシを作って、というところも同じなんですけれども、では、サーバー側から通常購読するには、オンですね。ハブプロキシに対して、オンに続けて、サブスクライブする、メソッド、を書きます。すると、第2引数に登録された、コールバック関数が、引数ものとも呼ばれます。サーバー側でここが実行されれば、ここが呼び出せると。こんな仕組みですね。こんな、これだけのコードでですね、できちゃうというところが、シグナル R のライブラリの面白いところかなと思います。はい、このサンプルもですね、まあ、サンプルだから、まあいいんですけれども、GitHub に適当に上げてきました。はい。ので、まあ、改めて今のコードを眺めてみたいという方がいらっしゃったらですね、こちらから、ご利用いただいて結構です。さて、作ったら公開したいですよね。はい。ということで、ちょっと公開の仕方を少しお話ししておきたいと思います。いくつかですね、発行先っていうのはあるんですけれども、私が知ってる限りではですね、まず、まあ、本家というかですね、マイクロソフトが推進する、クラウドプラットフォームであります、Windows Azure。こちらにですね、配置することができます。Windows Azure もですね、無料のプランっていうのかな、無料枠がありましてですね、最初のアカウント作るときどうしてもクレジットカードとか言われちゃったりするんですけれども、別にお金取られるわけじゃなくてですね、そこでですね、無償枠だけ使ってればですね、大丈夫ということができます。はい。それからですね、まあ学生さんとかでクレジットカードとか入れるの嫌だよっていう時はですね、学生さんにはですね、ドリームスパークってプログラムがあるそうです。学生さん向けのマイクロソフトの特典ですね。こちらを申し込んでやればですね、確かクレジットカードとかですね、なくてもちょっとできるはずです。私ちょっと学生じゃないんでちょっとわからないんですけれども。はい。それからですね、まあ、国内の、まあ、クラウドとはちょっと違うんですけれども、いわゆるレンタルサーバーとしてですね、エクスプレスウェブというところがあります。こちらですね、十分アンカーであるにもかかわらずですね、サブドメイン作り放題。ですとか、まあ、SQL サーバーもついてきたりとかですね。まあ、容量はちょっとは、それなりの容量があったと思うんですけども、まあ、そういったサービスがあります。有料ではありますけども、極めて安価、年払いだったと思うんですけど、ただね、月額換算で数百円単位だったと思います。で、サポートももちろんですね、当然、国内ですか、日本語ですし、まあ、大変迅速で手厚い、印象があります。私もちょっとサポート受けたことあるんですけども、ということで、まあ、一つお勧めできるかなというところです。で、もう一つですね。アップハーバーというものがあります。これですね。一番ですね、サインアップが簡単です。メールアドレスだけあれば OK です。メールアドレスとパスワード指定してアカウント作ると、まあ、確認の、メールが一回飛んでくるんで、それ、そこのリンクを踏めばですね、もうアカウント完了。もう2分でアカウント作れます。で、無料プランが充実していますね。SQL サーバーも 20MB までですけれども、無償のやつがついています。Azure にもついたりするんですけれども、こちらの方が、より使いやすい感じになったりします。まあ、もちろん無償プランは無償プランなりの制限、制約というかですね、App Harbor は、まあ、速度とかですかね、北米に、まあ、Amazon の北米のリージョン使ってるらしいので、まあ、日本国内からだとちょっとレイテンシーがとかあったりもしますし、でも、ちょっと遊ぶ分にはですね、ガンガン無料でバンバンサイト作れるので、これおすすめですね。はい。で、レンタルサーバーとは違うので、あくまでもパース、プラットフォームアズアサービスという形なので、ソース管理の Git。Git を使ってですね、手元のソースをアップハーバーに送り込む。するとアップハーバーでデプロイされる。こんな仕組みになっています。ということで、ちょっと Git が使えないとっていうのはありますけれども、まあ、難しいことをしなければ別に Git も、慣れっていう部分もありますので、まあ、皆さんデプロイする程度であればそんなに難しくないんじゃないかな、なんて思ったりしております。じゃあちょっと、ライブでデプロイしてみましょうかね。やれますかね。ちょっとやってみましょう。よいしょ。これは片付けます。ちょっと。
ブラウザを開きまして、まずはアップハーバーの方を準備しましょうか。で、アップハーバー。はい。で、今私ログイン済みになっておりますね。はい。で、ではアプリケーション。まあ、いわゆるサイト一個一個ですね。こんだけ、サイト作ってて全部無償なんで、放置状態です。じゃあ、なんか一個作ってみましょう。OSC13DoSignalR とかやってみましょうかね。で、こういう形で、アプリケーションの名前、あ、ちっちゃかったですか。アプリケーションの名前を入れて、クリエイティングすることで、1サイトプラットフォームが出来上がります。で、クイズアプリをアップしましょうかね。あっちですね、スキルサーバー使ってますので、スキルサーバー出しましょう。アドオンという形で追加できます。いっぱいアドオンあるんですよ。面白いですね。はい、でここにスキルサーバーありますので、走っていきます。で、ここにですね、プランがいくつかあるんですけども、はい、20MB までですけれども、フリーのプランがありますので、これインストールしていきます。はい、サクセス。こんな感じですね。もうちょっとやっていきましょうかね。確か、アドオンの、追加されたアドオンの設定の画面行きまして、よいしょ。ここでデータベースの接続設定を指定します。クイズ、ウェブ、アップ、DB、だったかな。コード見ましょうかね。コード、GitHub。あ、ここじゃないですね。すみません。ちょっと失礼。OSC、クイズの、webconfig、openwith、接続文字列は何でしたっけ？クイズメコフィーで合ってますね。何でもそうしますか。で、名前を入れて、で、ちょっと注意な人は、まーずという機能をオンにしておいてください。この辺もノウハウですね。はい。できました。じゃあもう一回アプリケーションに戻りましょう。今作ったの OSC13 どう言いましょう ?OSC13 シグナルですね。はい、ここですね。こんな感じでプラットフォーム側の準備できました。Git なんで、Git のリモートリポジトリなんで、こいつは。これですね、リポジトリがある。これカチッとやると、サクセス。感じですね。よし。で、これが、今日ご紹介したクイズアプリの手元のやつなんですけど、ここからプッシュかけたいと思います。Git プッシュ。よいしょ。こんな感じかな。これで、マスタブラチですね。OK! ってやると、グリ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 、来ました。パスワード聞かれます。パスワード入れます。これさ、アップハーバーにサインインした時のパスワードですね。よいしょ。どんどん上がります。いい感じですね。はい、成功しました。閉じましょう。これで上がったので、ここでリロードってやるとどうなるかな。今ビルド中とか出るんじゃないですかね。あ、出てますね。はい。これでもうですね、ビルドが終わって成功すればですね、もう使えるはずなんですよ。どうかな。またかかるかな。ちょっとね、ここの処理速度がやっぱりちょっとですね、Azure の方が早いような気がしますね。Azure だとサクサク動く感じです。あ、来ましたね。成功しましたが、まだデプロイかかってませんね。もうでももうデプロイかかると思うんですけれども。あ、どうかな。うん。あ、アクティブ。なったようですよ。行ってみましょう。Go to アプリケーション。ジャンプ。
ちょっとね、遅いかなっていうのはあります。ちょっと遅いかなっていうのはあります。まあでも無償プランなのでね、あんまり贅沢言っちゃいけないからです。これ遅いのはあくまでこの共有サーバーとか使ってるせいでもあるので、で、今多分あ、来ましたね。はい。動いて動いて動いた。よし、いいじゃないですか。で、初回のデプロイだとソーシャルログインはオフになってるんで、適当な名前で、ハンドル名で、だからこれ自己申告ですね。自分が名乗ったらば、名乗ったようにできちゃいます。ただ全員が鹿になれたりします。こんな感じで、もう使えるようになりましたね。これリアルで遊べるんじゃないですか。はい。なんか、問題。問題。答え、いった。答えって違いますね。答え。答え2、なんて具合ですね。で、回答は2番が正解で、マークダウンでも書けます。こんな感じで OK。いいですね。こんな感じでやっとけば、進行画面行きまして、クイズ選んで、で、参加ですか？自分何役もやりますね。ダッシュボードも出せるかな？ダッシュボード。はい。いっぱい出ましたね。で、あ、もうこれもいいな。で、選択して、やるとプレイ画面、ああ、なりましたね。ダッシュボードまでですね。切り替えますか。こうしましょうか。よっ。よっ。今日調子いいですね。よし。答え2。はい、黄色になりましたね。いいですね。はい、じゃあ、お待ちくださいって言うと、はい、締め切りますね。では、正解、ドン。はい、正解は、いいですね。うん、こんな感じで一気にデプロイして遊べたりします。はい。では、以上でストリートツアーが終わりました。まとめに入りたいと思います。シグナル R というライブラリーですね。サーバー側からクライアントへ、まあ、プッシュ。これが容易にできるっていうのが面白いライブラリーですね。で、まあそういう、仕組みはですね、まあ昨今、まあどこでも見るような実装ではあるんですけれども、まあ、作り手としてですね、そういったもの、そういった動き、Facebook のチャットのもの、例えばもしくは今回のような、クイズ、ウェブアプリですね、こういった、集中制御して、皆さんのブラウザをコントロールするようなものを作るときにですね、実装がとにかく楽っていうのが一つですね。で、古典的な、ほぼどんなデバイスでも機能するロングポーリングから、さらにですね、WebSocket、最新の WebSocket による実装まで、まあ、通信技術全然知らない。今回のデモンストレーションとか実装を見ていて分かったと思うんですけども、全然通信の技術ですよね、意識しません。なので、WebSocket に対応しているブラウザじゃないとダメよとか、そういう制限がないんですね。だからサーバー側の環境とか、相手先デバイスとか、これ関係なくですね、単一のコードで動いちゃう。しかも設定しませんでした、私ね。いや、このデバイスは各しかじかだから、WebSocket は使えないからとか、そんなことやりませんでしたね。とにかく通信という概念、双方向通信という概念だけでコードを書いてきました。で、結局そういったところの配線どうなってるかって言ったら、シグナル R が実行時にもう最適解を見つけてですね、やってくれる。これがですね、大変面白いところだな、と思っております。そしてですね、まあ、こうやって作ったですね、ASP.NET のアプリなんですけども、まあ、簡単にですね、無料でお試しで遊べる、これも美味しいところだと思いますね。はい。他にもですね、いくつかですね、無償で利用可能な環境っていうのは、承知して、しておりますというかですね、シェラレッジの勉強会でも何回かやっておりました。その辺、パースじゃなくて、まあ、レンタルサーバーだったりもするんですけれども、まあ、そっちで遊ぶのもいいのかなと思います。また、ある程度の信頼性とか、レイテンシーとかですね、より気になりだすとですね、桜のサーバーとかですね、あっちの Windows OS 対応しましたので、まあ、あちらを応用するとですね、パーソというわけにはいかないんでしょうけれども、まあ、IIS と、ランタイムに仕込んでですね、動かす。こんなこともできるんじゃないかなと思います。あとですね、
今回、バリバリ Windows でやってましたけれども、まあ、実は開発もできるんですけども、実行もですね、Linux 環境でもできるはずです。今回作ったこのクイズのアプリ、すいません、ちょっとMySQL で動かせるはずだなと思って、ちょっと、実は MySQL との互換性のところを気にしないで実装したので、残念ながら動かないところだったんですけども、でもそういったところ、ちょっとしたノウハウですね、を気をつけて実装すればですね、MySQL でも、そして、OS とか、稼働環境が Linux 上のものですね、ものの上でも、これ動くはずです。実際のシグナル R の GitHub のプロジェクトですね、ものではどうなのなんて話もちゃんと出てますね。ということなんで、あんまりお勧めするわけではないんですけれども、ものとかですね、実際やってるところもありますね。やはりライセンスコストが気にされてて、あえて、運用コストは加算でもいいから、そこは自分の人件費で払えるからということで、Linux OS 上でずっと動かしてるっていう方も、聞いたことがあります。ということで、そんなこともできる、シグナルとなります。以上となります。ご清聴どうもありがとうございました。